アツィールエンターテイメント、今日はバリサンブランド久々の DJ 特集ということで DJ 集めましたよ。 DJ ダニーです。おはようございます。えおう DJ のイーグルフィスタです。え、ノットナムは改めて DJ です。おはようございます。 DJ なのでおはようございます。 DJ ケンピーです。どうも、DJ のりんです。まあ今、いろんなイベントを、まあどん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 出てってると思うんですけど、簡単にすごくざっくり DJ スタイルを説明してもらってもいいですか。基本やっぱりパーティーを軸になんかかけれたらなっていうところがあって、まあスタイル、まあセラート使い出してから、まあ、かけ方なり、その盛り上がりの持ってき方なりはまたちょっと一つ自分の中で新しく前衛的になったかなっていう感じですね。自分のプレースタイルとしては、まあ自分かっこいいなって思ったものをこう自分のフィルターっていうか通して、うん、でそれで、まあ、それをお客さんに伝えられたらいいなっていうのを考えながらやってるんですけど、まあ、かっこいいのっつってもう最新のだけじゃなくて、結構古いのそういうのも混ぜながらやっていけたらなって思ってる感じですね。基本的には、僕が DJ をするとき、まあ、時間帯にもよるけど、やっぱりいかに女の子を踊らせるかってことを考えていますよ。僕はすごい後輩はヒップホップも好きだし、ナインディーズも好きだし、黒いの大好きだけど、いかにギャルのハートをつかむかで、ダニーくんってやっぱ言われると気分がいいので、それを目指して DJ してます。まあやってるもんね。そうですね、一応メインストリームを軸に僕が、まあ、結構食らって、こういうのもやっぱ広めたいなっていうふうに考えてるのと、英語のリリックとジャパニーズのリリックをはめながらつないだりだとか、サイド MC を効果的に使って、まあ、この曲はどんな曲なんだみたいな、推してる曲だとしたら、ちょ、こういう曲だよみたいな紹介してもらうっていうのを今してやってます。給付新譜問わず、まあ、自分のフィルター通して、まあ、届けられたなっていうスタンスですね。自分の作りたい空間、流行り、を作りたいなっていうのはすげえ思いますし、まあ、DJ なんで、まあ、iPod のシャッフルしないんで、ジュークボックスがないんで、生の音をね、ミックスしてもいいけど、生の現場でぜひ足を運んでもらいたいっていうのをすごい思いますね。フルハウス、フッサヒートで第4土曜日やってるパーティー行くと、マドラバイブのオブツがやってるパーティーで、具体的にこういうパーティーですっていうのを、ライブもがっつり見えるし、まあ、新しい音から古い音まで首を振れるパーティー、やっぱ一番思い出もあるし、DJ 的にも成長させてもらったし、まあ、人間的にも成長できたのかなっていう、まあ、すごい感じですし、ほんとヒップホップ好きなやつが多いですね。フルハウスが DJ してて、その普段聞かない音とかってまああるじゃないですか、自分の DJ を聞いて少しでも興味持ってくれたら嬉しいですね。自分が DJ していく、クラブで DJ していく中でフロアを沸かせつつ、ああ浪人だなって思ってもらえるようなプレーをやっぱりすごく追求してやってるし、これからもやっていきたいなと、そう思うようになっていったのも、やっぱり結構フッサーのフルハウスヒートで DJ してるのがすごく自分の中で大きいものがあって、そこからやっぱり自分の中でそういうスタイルにだん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 頭が行くようになったし、やっぱフッサーすごく全てを知ってるわけじゃないですけど、刺激的なところだなってすごく思うから、そこで長く DJ できてるのは自分のすごく財産だし、これからもそれをもっとそれを生かしつつ自分のできることを模索してどんどん形にしたいです。自分の中ですごくこれは絶対忘れちゃいけないなと思ってるのは、やっぱり DJ っていうのは常に新しいものをかける、その広告塔でなきゃいけないし、昔だったらそのプロモーションっていうのをプロモーションっていうのを DJ に渡して、プロモ版とかっていうやつ渡して、それを DJ がラジオでかけてバズってっていう、僕はそれをやっぱり
DJ っていうのはそういうべき、そういう存在であるべきだと思ってますし、そういう DJ がかっこいいなと思って DJ 始めたので、なんかそこは自分で絶対忘れたくないなと。だから、例えば今の身の回りだとアジールエンターテインメントのラッパーとかのエクスクリーズブのものはもうどんどんかけたいし、人が聞いたことないものをいかに初めて聞くものでいかにグルーヴを作って踊らせるかっていうのは、難しいけど、だけどやっぱそこ、それこそ醍醐味なんじゃないかなと思っているので、僕もまだまだ勉強中ですけど、なんかそんな、ようなのを追いかけてずっと DJ やっていきたいなと思います。今その掘ってるところでもちろんヒップホップ基本中心に掘ってて、まあ、プラスそのまあベースミュージック、まあ、今トラップだったりとか、まあ、ブローステップだったりとか、そこら辺もまあガツガツは掘ってるけど、やっぱりシーン的に今ラップがすごく面白くて、今一番は俺的にはビーストコーストっていう、まあ元々はそのツアーを回るそのクルーの名前みたいな感じで、全部オールインワンでやっちゃうところ、クルーで、はい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 、もうウェブから、うん、ビデオから ASAP とかもそうだよね。そうそう、そのチームとしてウェブクリエイターとファッションデザイナーと全部をこうパッケージにして動いている、いわゆるなんていうの、90s キッズっていうかさ、90年生まれ、一周した感じはあるよね、うんうんうん、生活の中で感じる音楽、はい、まあクラブとかさ、はい、DJ するだけじゃなくて、そこについて思うことってある？なんか CM とか見てても、うん、あ、この曲普通にかっこいいなと思ったりとか、うん、して、でそれが今新譜で使われてる元ネタだったりとか、そういうのが、そういう発見があって面白いですね。単純にビートメイクに関しては、なんか生活の一環だったというか、グラスホッパーとしてビートを作ってた感じかな。クラブプレイとそのいわゆるバック DJ というものも全く別物だと思ってて、そこの住み分けはきちんと俺の中では、うん、なるほど。まあ、関わりの結構あるアーティストっていうのいたら教えてほしいんだよ。90と、あと西東京だと国立の金持ち兄弟、うん、と金持ち兄弟率いるジュエルレコードのラップパーたち と、同世代だと東っていう西東京のラッパーの DJ をやってて、まあ、基本的に周りにラッパーが多かったから、もともと環境がそういうのが多かったから、結構日本語ラップも書けるのかなっていう感じですね。具体的なリリースは、7月ぐらいになると思うんですけど、うん、金持ち兄弟が ICBM っていうアルバムをリリースします。レコーディングからマスタリングからミックスから全部今回一緒に同行させてもらったんですけど、相当食らったんで、いやちょっといろんなところでねライブとかできたらいいなっていう。これから金持ち兄弟のその音源とかもまた現場でかけると思うんですけど、うん、気持ちの入り方が違うんだよ、私金持ち兄弟に対する、あの曲に対する気持ちの入り方が違うから、こう動きたいな感じで。いいっすね、気持ちが入ってるいいっすね。 DJ アイノとしてのリリースはありますか？個人のリリースは、夏に DJ 行くと2人で、あの夏の曲でミックスを出すんですけど、 お互いの色が出てて、他とは被んない、かなりオリジナルな感じになってると思うんで。おいいね。2枚組なんですけど、うん、言っちゃうと一応俺の DJ 行くサイドはぜひドライブに1枚って感じで、昼間聴いてもいいし夜聴いてもいい、そんなミックスにしやがってます。グラスホッパーに関してはもう単純にもう、もう今3人メンバー3人いて、もう3人がグラスホッパーセットどうしようかっていう話しかしてなくて、今年何らかの動きは今まあ新しいの作ってるんで、そっちも活動しつつ、 DJ に関しては今レギュラーで、その周年迎えてたファミリーで、第2土曜日にエンジンっていうパーティーと、あと、3ヶ月に1回シックスパックっていうのがあって、まあそれプラス、バディっていうもうシンモロクソシンポオンリーのイベントやってて、もうそっちもガツガツでこれからシンプかけていく予定で、で一つブルーマジックのレギュラーが始まって、まあそれも新しい、ま
人たちとかでこうがっつり通用できるように DJ していこうと思います。ってな感じです。エロ中部地方でかなりでかいダンスをずっとキープしているやつ人たちの先輩方とバーダーズエンターテインメントっていうレゲエの大きいサウンドのクルーのヒップホップ担当みたいな感じでやってて、バッチリ毎週第2土曜日に浜松でイベントやってます。注目してほしいですね。やっぱ八王子で DJ を始めて、うん、やっぱ思い入れもすごい強いですし、うん、お世話になった先輩方も多いし、うん、今の僕的な考えでは西東京全体が好きなんで、で、富士山にも超食らいましたし、至る所遊び行って、食らってこの街が好きだっていう街も何個もあるんで、今ちょっと西東京にそのインポートブランドとかを扱っているお店があると思うんですけど、うん、そこで今、まあ、一応アメージング、日野にあるアメージングお買い上げいただいたお客さんに僕のミックスをプレゼントみたいな、都内の方でもちょいちょいと行って、最近リバティクルーっていうクルーに所属させてもらってるんですけど、そっちの方でもあのビジョンとかで出たりとか、結構面白いパーティーに出てるんで、そうですね、渋谷の方もぜひチェックしていただきたいですね。ミックステープを出そうかなと思ってて、まあ、僕がバック DJ やってる八王子のラッパーで G18 っていうラッパーがいて、その人と一緒にやってて今で、その音源今ミックスする段階で、で、あともう一つ僕自身のミックステープっていうか、音源を2つ作って、で、それでばらまこうかなって思ってる感じ。セットでね。はい。カミングスーンで。カミングスーンでね。カミスンで。カミスン具体的なリリースするものっていうのは、今2つ自分で関わってるものがあって、まあ1つは自分名義。で、もう一つはまた違うメディアですけど、その二つを確実にこうリリースさせるということを、どっちも内容としては初めての試みなので、でも今自分でもすごくワクワクしてるし楽しみなんで、ぜひ期待してください。よろしくっす。なんか DJ っていうものがやっぱ社会的に認知されていけばいいなと思って、で、そのためにやっぱ結構現実的な課題っていうのがすごくいっぱいあると思う。そういうのを、まあ、僕はあの DJ 以外にもいろいろやってることがあるので、なんか自分にしかできないアプローチで、なんかこう、光を差す手助けができたら、俺一人でできることなんかたたか知れてるけど、俺にしかできないことっても絶対あると思っているので、なんかまあちょっとそういうことをあの実は結構真剣に考えてます。はい、本日はマイマーズバーでお世話になりました。フッサーの駅からもうすぐそこなんで、探偵とかも置いてあるし、CD とかもあるし、ご飯も食べれるし、酒も飲めるので、ぜひ。今日初めてね、こういう DJ の皆さんが集まってやっていただいて、あのすごいいいあの話が聞けて、あのすごい勉強になって、あの楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。 DJ ケンタ、 DJ バンカー、 DJ アヤノ、 DJ イク、イーグル藤田、そして DJ タイということで、 DJ ローニン、あ、DJ ローニン、よろしくお願いします。 Last but not least、 DJ ローニン、アジュエンターテイメント、バリサンブランド、今日企画してありがとうございます。了解です。そうだな。いや、言ってさ、スタート難しいじゃんよ、これ。どういうテンションでやっていけばいいのかな、みたいな。俺らも構えちゃった。俺らも構えちゃった。そうだったよね。人にガチガチ言ったのに、あいつが一番ガチガチだったよ。分かんないやつだって。OK。ちょっと面白かったな、あいつの真面目な方。もう一回お願いします。はい。行くぜ。力入ってね。もう始まってる。 OK。 熱いエンターテインメント。